ありがとうございます。ありがとうございます。今日こそ富士山ね、見たい見たい。お釣り旅2日目の天気は曇り。今日こそ富士山を見たいという3人の望みを乗せた車は最初の目的地、静岡市駿河区にある久能山東照宮を目指します。あー、着きましたよ。あ、すげえ、何これ。これはすごいわ。着きました。何これ。はい、こちらは久能山東照宮でございます。ほうほうほう。はい、あの2日目は川村が担当させていただきます。あら、進行してくれる。もちろんです。わー、ありがたい。それがいいよね。はい、うん、でこちらの久能山東照宮は、うん、はい、徳川家康公を祀ってあるので、噛み締めながら歩きましょう。あの上んとこや。あそこまで行くってことだ。そうですね、あの1159段階段があるんですよ。そんなに。それを今から登っていきたいんですけど、うん、え、これ以外なんかないの。この登るっていう方法と、はい、ロープウェイで行くっていう方法があって、うん、どちらがいいですか。ロープウェイの方がいい。これウサギ飛びで階段。じゃあウサギ飛びで行きましょうか。いや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 。ウィッシュ。ウィッシュ。じゃあちょっと早速歩いていきましょう。行きますか。はい、はい、失礼します。すごい、これはすごい。綺麗。いやー、よいしょ。いや、息上がってきた。あ、いいや。あ、すごい。おお、すごい。抜けてる、ここ。いいじゃん。日本一深い駿河湾と日本一高い富士山を望む標高216メートルの久能山。古く6世紀より観音信仰の聖地として栄え、江戸時代には徳川家康公に駿府城の本丸とまで言わしめた山です。この山の上に家康公を祀る久能山東照宮があるんです。徳川家康。家康。騒いでいいんですか。見晴らし。これは上がってきた甲斐あるわ、こら。あ、でももう来たんじゃない、ここじゃない。入り口って書いてるんで。ずっと登ってきたけど。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。こちらはどういったところなんでしょうか。はいはい、こちらはですね、久能山東照宮と申しまして、徳川家康公をご祭神としてお祭りする神社でございます。家康公はですね、はい、静岡の駿府城で元和2年1616年に75歳でお亡くなりになられて、そしてこの久能山に、ご遺言に従ってですね埋葬されました。でその後に二代将軍秀忠公によってこの久能山東照宮が造営されました。それが今から約400年前ですね。もともとこの久能山っていう山が東照宮ができる前は、はい、お城だった時代がありまして、あ、後ろあのお寺が建っていた時代もあるんですね。この山 の, あの歴史自体は1000年以上ある。うわー、すごい。1000年。こちら楼門になります。楼門、はい、あの上をご覧ください。はい、東照大権現、これが御神号といいまして、徳川家康公の神様としてのお名前になります。はい、そしてしめ縄がありますが、その上に鼻の長くて牙がついた、はいはい、動物が、ま、バクです。平和を伝える役割をしているという意味が込められていると言われてますね。はい、それではここからですね、はい、東照宮の、ま、境内の一番、ま、大切なところに入っていくわけですね。はい、手形。手形もあります。はい、誰のですか。家康公の手形ですね。ええ、マスカケ線じゃないですか。そうですね、よくそれが天下人の、すげえ、こんなはっきりはっきりすごい言われてますね。手相まで、はい、それではこちらで。おい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 、すいません、すいません、申し訳ない。で今あの右手の方に、はい、大きな建物があるんですけども、はい、こちらはあの古楼、もともとはですね鐘楼って言って、お寺にあの鐘つき堂ありますね、除夜の鐘とか、はい、あのあれに当たるものなんですね。あ、国宝って書いてある。すげえ豪華。こちらが久能山東照宮の、まあ、一番大切なところ、御社殿になります。で今皆さんがご覧いただいているところが拝殿という建物になります。はい、そしてその奥に家康公の御霊をお祭りする本殿というのが奥にございます。これが平成22年12月にですね重要文化財から国宝に。あ、なるほど、
変わらず長いですね。長いですね。普通じゃない、会話してたんですか。そう、お願いしながら会話してたの。家康公がお祭りされております。そうですよね。正面の今扉開いてますけども、あの国家康公左右、別の神様のお祭りをされてます。向かって右側に豊臣秀吉公、向かって左側に織田信長公が、お祭りされています。オールスターズですね。そうですね。それではその家康公のお墓の方へご案内いたします。すごー。こちらが御神廟と申し上げておりますけども、家康公の墓所にあたります。この今皆さんがご覧いただいている石造りの宝塔といいますけども、これが三代将軍家光公によって、これは建立されるわけですね。